20年前くらいかなフリーターやってた頃の話なんだけどその当時ヨーロッパの方へ海外旅行に行ったんだよその時代って海外旅行ってちょっと珍しいから観光じゃなくって労働者ビザ取って2年くらいいたのかな詳しい地名は避けるけどそれなりに都会で治安もまあまあだった はじめは日本のバイトの蓄えで、ボロアパート住んで何とか食いつないでたんだけど、金なくなるだろうし、労働者ビザだし、働いてないとってことで、ホテルに厨房の雑用で住み込みで働いてたんだよ。そのホテルであった出来事なんだけど、そのホテルってのは昔から続いてて、改築を重ねてて、古さをちっとも感じさせない建物で、お客様も結構いらっしゃってた。 規模的には田舎の大きめのビジネスホテルって感じなんだけどねオーナーってのが普通の優しいおっさんだったんだけど俺って言葉も片言だしどこからどう見ても日本人なのに雇うのおかしいだろうと思いつつ背に腹は変えられぬということでお世話になってたそれで結構順調に働いてたんだけど住み込み従業員には34人共同の 生活部屋が与えられてるんだけど夜中人の話す声が聞こえるんだよ住み込み部屋に住んでるのは俺と同じくらいの青年だけだしホテル1階の角部屋だったからフロントかなとも思ったんだけど毎晩毎晩聞こえててさ最初は仕事とか海外の生活とかでいっぱいいっぱいだったから全然気にならなかったんだけど生活に慣れてくると逆に声が気になるんだよね 同じ部屋にいたそいつに聞くもそんなの聞こえたことがないって言うし、オーナーに聞こうとも思ったんだけど変なこと聞いて機嫌損ねてクビになったらさすがにきついから言い出せないままだった。仕方ないから気にしないことにしようって思いながら働いてて、そのうち厨房でもそれなりの仕事を任されるようになってた。 ある日、そのホテルの地下のワイン倉庫にワイン取りに行ったんだよ。ワインの銘柄、結構覚えてきた頃で初めて一人でその倉庫入ったんだけど、その倉庫の奥に鉄の扉があって、錠前がかかってた。かなり開けてないのか、錠前とか錆びついてて、その時は仕事中だったからさっさとワイン取って仕事場戻ったんだけど、何度か倉庫に行くうちに、 ふと気づいたんだよねこの扉の奥ってちょうど自分の共同部屋の真下にあるなと例の声については気にならなくなってたはずなんだけどその扉のことを意識したらその声の存在が自分の中で大きくなってたある晩どうしても声が気になって聞き耳立ててみると 今までどうして気づかなかったんだろうってその時は思ったね声がしてるのってさベッドに寝てる時が一番大きかったんだよ隣の部屋の壁に耳を当ててもそっちじゃなくって外からでもなくベッドに耳を当てると声が一番聞こえるじゃあベッドから聞こえるのかというとそうじゃなくって床に耳を当てるとボサボサと聞こえるって それであそこかって思ったそれでついつい釣られるように行っちゃったんだよそのワイン倉庫に時間にして1時くらいだったかなホテルの深夜ってフロントに2人くらいいるだけで静まり返ってるんだよね慣れてきたとはいえ日本の家屋なんかと違って広いから昼間の喧騒とのギャップがすごい 厨房から続くワイン倉庫の階段を降りると、ほんと、カツン、カツンって、その音だけが響いたりして、俺、こんなところで住んでたのかっていうくらい異質だったよ。それで、ワイン倉庫にたどり着く。さすがに記憶が曖昧なんだけど、実際の広さは2、30畳くらいなのかな。倉庫の扉開けて、電気のスイッチを手探りで探してつけた。 と言っても20ワットくらいの裸電球が3個くらいあるだけで薄明かりがついただけって言えばいいのかな,かなかなり怖がりながらでも興味はあったからワクワクしながら奥の扉へ行った扉に耳をつけて聞き耳を立てると声は聞こえない「部屋の下」というだけの憶測で来ただけだから聞こえなくて当然と思えばそうだなと思いつつ その扉の錠前に手をかけたその瞬間だよ。バターンって音がして、ワイン倉庫の扉が閉まった。開けようとしたんだけど、なぜか開かない。こりゃやばいって思ったね。いや、そういう恐怖心じゃなくって、地下のワイン倉庫って、通風口はあるにはあるんだけど、そんな大きくないから、酸欠とか思い浮かんじゃって。でも、こんなに大きな音がしたんだから、 誰か見回りに来るだろうと思いつつちょっと待ってみた裸電球があるだけの地下倉庫に閉じ込められてて時間の感覚おかしくなってたんだろうけど1時間は待ってたのかな眠くなってきちゃって酸欠とか大丈夫そうだしちょっと寝るかと思って壁面とかは全部ワイン棚だから例の扉の前で座って扉を背に眠ろうとしたその時だよ ガチャって小さな音がして錠前が落ちてきたウォッて声出しちゃってさって立ち上がって扉に身構えちゃったよ数分待って見るも気配が何もないから恐る恐る扉を開けてみた錆びついててかなり硬かったんだけどちょっと蹴りとかかましつつ開けてさそこにあったのは十畳くらいの小さな部屋に なんてことない小さな椅子が一脚あるだけかすかに臭かった気がしたけどカビ臭さとかあるし倉庫が錆びついてそのままになってただけなのかなって思ったしかしその椅子に近づこうと部屋に一歩足を踏み出た時バリッてなんか踏んじゃって倉庫の電気の光が差し込んでるだけだから気づかなかったんだけど床に何か落ちてたのをよく目を凝らしてみると。 明らかに骨だった何の骨かはもちろんわからないけど厨房で働いてるから分かったのは少なくとも調理場で出るような動物の骨じゃないってことだけあこりゃやばいなっていろんな意味で思って部屋から出ようと背を向けた時後ろからあの声が聞こえた短い声ではっきりと聞こえた 振り返ったらまずいだろう、俺、と思いつつ、好奇心には勝てなくて振り返った。すると、女の子がいたんだよ。椅子に座ってた。妙に小さな椅子だなって思ったのは、子供用だったんだな、とか、のんきに考えつつ、でも焦ってて、なのにその女の子から全然目が離せなかった。5歳から8歳くらいなのかな。 赤い吊り下げスカートに白いシャツで裸足で金髪お酒げだったかな。うつむき加減で顔が見えずずっと座ってて、俺は金縛りなのかもしれなかったんだけど、普通に硬直状態になってて目が離せなくなっちゃってさ。また数分そんな状態が続いてると女の子が急にスーって消えたんだよ。 なのに俺はまだ体が動かなくって椅子から目が離せなかった。そうしたらまたあの声が聞こえて声のする方に目をやった。それは自分の足元で真っ暗なはずの部屋なのにさっきの女の子の首から上だけが床からぼーっと光りながら泣いてるんだよ。その顔を見ると両目がぽっかり空洞なのに 俺と目が合ってるのは確信できてて、血の涙のようなものを流してて、それが開口一番だよ。お兄ちゃん、痛い、踏まないでよ。って、その瞬間俺の恐怖心が爆発して、うわーって叫んじゃって。 体軽くなって動くって確認した瞬間ワイン倉庫の扉ガンガンって叩いたら扉開いてさ自室で布団かぶって朝まで待って次の日ホテル逃げるようにやめて日本帰ったよ本当は警察届けないといけないんだろうけど国外で事件に巻き込まれたっていう経歴つくとやばそうだからさただ今思えばなんだけどさ 最初あの扉を開けて部屋から出ようとしたとき、はっきりと聞こえた短い声は、助けてって言ってたような気もするんだよな。